ナ大バトル結果発表に移りたいと思います。全14チームが全力を尽くして戦いました。幸い怪我や事故もなく無事に終えることができたのは奇跡ですね。きっと南中ソーランの神様が僕たちを見守ってくれたおかげでしょう。さあ、青森よさこいディスコ2022戦慄南中ソーラン大バトル、栄えある初代優勝は誰の手に。結果発表はリンゴー副代表佐藤浩平さんです。リンゴー副代表にして今や一児のパパとなりました佐藤浩平です。息子の名前を決める際はかなり揉めたそうですが、その後はどうなったんでしょう。優勝チームにはこの後の最後の演舞枠をプレゼントします。さあ、それでは結果発表に参りたいと思います。結果発表パネル贈呈です。写真タイムどうぞ。賞金等ございませんので、大きいパネルが贈呈されます。幼い頃から夢見ていた南中ソーランバトルの優勝、ようやく手にすることができましたね。ついに念願が叶いました。この日のためにたくさん努力し、眠れぬ日々もあったと思います。今のお気持ちいかがですか。オリジナルよりこっちを練習してきました。ありがとうございます。はい、それではありがとうございました。優勝したのは宝生連の皆さんでした。宝生連の皆様、優勝演舞に移りたいと思います。準備をよろしくお願いいたします。準備開始まで少々お待ちください。
最高少年の皆様、優勝おめでとうございます。そして